相場に電話するから、ちょっと待ってくれ。もしもし、もしもし、よう、久しぶり。久しぶりだな、相場。元気か？元気じゃねえって変に元気だけど、元気だね、お前らいつも。ああ、俺に元気少しくれよ。もったいねえから。ああ、ところでよ、相場、なんか重大発表があるって言うからさ、電話かけてんだよ。あ？そうだよ、重大発表だよ。重大発表あるんだろ？え？何教えろよ、早めに。いいじゃねえか、お前と俺の仲だろうよ。教えろよ。え？もうちょっと待ってくれて。いや、もうちょっと待って、みんなが知る時に知ってたんじゃ面白くねえだろ。その前に知ってたら、俺はな、お前らと付き合いがあるから、事前に連絡もらったよって。自慢できるだろうよ。あ、そうそう、まあ、こう、それはまあ芸能人知ってる、特にお前らを知ってるって言ったら大変なもんだんだから。ああ、大変光栄なんだろう、光栄に思いますっていうような形になっちゃうでしょ、お前らと。だからさ、ちょっと知ってくれよ。さあ、冷てえな。じゃあ、もうちょっと待ってって。テレビでやるから。ああ、お前それ。それはお前、それは辛いぞ。ああ、教えてくれよ。何？頼むから、他のやつに言わないから。うん、そうそう。FM 歌謡祭の司会？おー、すごいな、おい。それすごいんだろ？俺も詳しく知らねえんだけどさ。そういうのは、すごくて、ベテランじゃなきゃできないんだよな。だしか、さすがだな、お前らな。ちょっとやるとこやるな。もう年末な。年末だしな、近いきな。お正月になっちゃうからな。うん。またお前らにとって忙しい時期になるだろうからな。体壊さないでよ。頑張れな。もうたまに連絡よこせよ。うん。待ってから。うん。じゃあな、またな。うん。はい、また。ずーっと待っててな、風呂も入んねえで、風呂も入んねえでな、待っててんだぞ。もうこれだけで寒いから来てるけどさ、待ってたんだから。重大発表ってなんだよ。 FN の歌の司会やるってことか。うん、司会かよ。司会ならお前いつもやってんじゃないか。そんなことでな、いちいち重大発表にするなよ。番組の構成でな、いくらでもそんなことできんだろう。やっちまってくれよ。おい、頼むよ。こんなことで呼ぶなよ、いちいち。俺たちはな、忙しいんだよ。俺はな、相場のな、結婚式だとばっかし思ってたよ。もういい加減にな、若くねえんだから、早く結婚しまえよ。身を固めちまえ。その方が落ち着いて、ゆっくり仕事できんぞ。母ちゃんいた方がな。うん。それがやれよ、それで。いつまでも、いつまでも、お前ら、アイドルじゃないんだからな。いい加減身を固めちまえ。よ、お、おい、よ、固めろよ。固まるだろ。コン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 って。固めるんだよ。どん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 。気持ちいい、気持ちいい。固めろ、固めろ。固めろ、固めろ。身を固めろよ。な、そしたら落ち着いて、ゆっくり。歌も歌えるだろ。さあ。いい歳なんだから、アイドル、アイドルと言われる時じゃないんだから。おい、おい、反省してやめろ、アイドル。その方がいいよ。やめた、やめた、アイドル、やめたーって。あ、気持ち、気持
ことでやめた方がいいぞ。